で反応してくれないっていう、ね、めっちゃ腹立つのがね、ぬらりひょん太郎毎回トイレ行くんすよ。ちょもう7近いっすね。6 5そんな感じですか。4 3 2 1 0はい、始まりました。準決勝第2試合ですね、準備の方できてますでしょうか。皆さんお客様の方もですね、この辺がこだわりよね。1回目にセッティングしてるのにさ、2回目をなんかこうさ時間かけようとしてくるのが、そうやね、そうやね、ちゃんとしゃべっといてくれるな。ファイッ、 OK。 ちょっとこっちがしゃべろうとした時にギター弾くの限定っすね。もちろん俺の、うん、もちろん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 や。そうですね、さあボトルが入ります。はい、言うてますけどね、ボトルが入る、そうなんですよね。これずっと使おうと思ってあんまり受けないんでもうやめときますね。はい、ということで長老のこれ iPod なんですけども、準備できてますでしょうか。はい、 OK。 よく似た者同士大丈夫ですか。ですね、準決勝第2試合、和田篤史 VS キャプテン OG、先攻後攻聞きましょう早速。はい、じゃんけんの準備できますか。はい、最初はグー、はい、じゃんけん、ほい、はい、絶対右手の人勝ちますね。はい、OG どうしましょう。後攻、お、さっきは先攻やったんですけど次後攻ですね。じゃあ先攻和田篤史から準備、右手こっ こっち、さっきのビートを聞きました。もう一回、もう一回行きましょうか。はい、わかりました。よくわかりました。ここですね、ここで変わる感じです。 OK ですか、 OK ですか、 OK でしょうか。和田篤史からいけましたか。じゃあ準決勝第2試合、和田篤史 VS OG 先攻、和田篤史カモン。
と時間があるんでね、時間があるんでね、すいませんね。すいません、ギアさん寝てます。はい、ですね、ひた回し、すいません、ギアさん寝てます。ひた回しした後ですね、共存意識が生まれてセッションするっていうパターンもあるんです、よくあるんですけども、準決勝第2試合ですね、これフルでかけちゃうと10分ぐらいのトラックなんでちょっと無理なんですけど、じゃあ OG 対和田敦史、準決勝第2試合判定の方ですね、行く前に、MBS 素人名人からギアさんどうでしょうか。ドロードロー、何言ってんですかね。じゃあスージーさんお願いします。いやー、空飛びをの慎吾からギター取り上げた方がいいんじゃないかなってちょっと思いましたね。もうボーカル打ったのもうバッキングも、もうバッチリやなと思う。ハンドマイクでいいですよ ね、 ね、そうですね。まあそんなことも含めてそれを全部ね、ぬらりひょん太郎さんがね、どうでしょうか、ぬらりひょん太郎先生。うん、だいぶ出てきたよ、気持ち。うん、音感じれてきたよ。うん、このまま行こう。ありがとう、ありがとう。OK ですか、ということで判定ですね、これね、次この、勝者はもちろん決勝なんですけども、敗者は3位決定戦があるんです、あるんです、あるので、先ほどの翔太郎とですね、敗者の方がまず先に、対決するという形になるんで、なるんですけども、アーサーは勝ったんでね、決勝なんでね、翔太郎くん準備しておいてくださいね。ということでまず判定いきましょう。先行和田敦史が良かったと思う人。OK、 じゃあ OG が良かったと思う人。 OK、 これ文句なし、キャプテン OG 決勝進出、おめでとう。いやー、やっぱ OG 対アーサーになんねんな。やっぱす OG 対アーサー、思ってたけどね、なって、思ってました、ちょっとだけ思ってました。ちょっとでもみんなちょっと引くん長いな。じゃあちょっとセッティング引くん長い、はい。ですね、ここで臨時ニュースなんですけども、翔太郎が帰っちゃったみたいなんで、3位が自動的に決まるという。和田敦史が3位決定、おめでとう。あ、翔ちゃん、敗者復活推薦枠、じゃあ誰にしましょうか。シューさん、あ、じゃあごめんなさい、和田さん、ちょっとじゃあちょっとエコシステムにする。カラメ君帰った、カラメ帰ったんちゃう。じゃあ敗者復活、シューしか、いや、空飛びよの信号とか面白いと思うけどな。空飛びの信号とか超面白い。僕っていう判断もありました、ね。じゃあしゅん準備し、あ、ぬらりひょん太郎も面白いかもしれない。じゃあしゅんちゃん準備してください。3位決定戦やります。おじいとアーサーは最後決勝戦やります。ちょっとお待ちくださいね。みんなあれですか、弾いたらすぐ変えるパターンの、アーティスト志向ですか。もうちょっと楽しんでいただけたらなっていうところですね。本当に、ギアさん起きてますか。ギアさん起きてますか。ギア、ちょっと今キャバクラみたいになってます。オーケー、あ、横のユーのリズムがね、ね、最近ひどだ寂しい言ってます、ユーのリズムのね、小野ちゃんがね、はい。まあバンドマンとか普通の一般のお客様いっぱいいろいろと思うんですけども、どんどんホールから人がいなくなってる、ね、さっき僕喋ってるんですけどね、すみません。結構最近なんかユーのリズムちょっとあれやな、なんかちょっとなんか上前も今日そうやったけど、なんかちょっと可愛いなってきてんな、なんかちょっとなんかガバガバ、なんかちょっとこうね、ガバガバ、最近なんかちょっと頑張ってるよね、ちょっとあれちゃう、エッチっすじゃあやだ、マジか、ハゲ言われた。ですね、まあビジョン12周年ラストっていうことなんですけど、はい、はい、毎年料理対決がやってたんですけど、はい、今年どういう感じですか、印象的には。真面目すぎて困る、まあ、審査員いらんかったよな、これな。いるいるいる、俺一人でとか、宮地もおらんし、死んでるし、面白いことも言えないですからね。いやここ座って、逆に俺さっき考えても、ここ座って盛り上げれる人誰なんやろうと思って、タモリぐらいですよ。そうですね、いや審査員盛り上げるのはこっちと向こうのあれなんで、ね、司会のあれなんで、審査員は素直なままで、ただ完全にキャラが入ってるのぬらりひょん太郎先生、全く喋らないですけど、そうですね。
ぬらりひょん太郎先生が音楽的なこと言ってること僕聞いたことないんで。そうですね。来てるよとか。いいよいいよって言って。やっと来たよとかそうなんですよ。でもこういう人が監督やったら日本のサッカーももちろん伸びるんやろうなと思いますけどね。